皆さんこんにちは、おつゆらのです。5日間の食事密着を撮ってみたので、そちらを紹介していきたいと思います。現在ちょっとダイエットをしているので、自分なりに気を使っているところなど、あとは作り方とかも紹介していたりするので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。1日目の朝はこんな感じでトーストを焼いております。この日は友達が泊まりに来てたので2枚焼いてるんですけど、食べるのは1枚で、バターはカットして保存しているので、それを一かけら塗って食べます。取る前に一口食べちゃったんですけど、いただきます。今からお仕事に行くんですけど、最近ハマってるのが SNS で美味しいって見かけたこの極上蜂蜜紅茶っていうアマゾンで買ったやつなんですけど、これがめっちゃ、私蜂蜜が大好きなんですけど、これめっちゃ甘くて、すごい蜂蜜の美味しい味がする紅茶で、結構甘いからめちゃくちゃ満足度があって、間食とかも防げるので、最近はこれを水筒に入れて、私アイスが好きなので冷たくして持ち歩いてます。間食とかしちゃうのって口が寂しかったりとか、あとは何か頭働かせてたら糖分が欲しくなったりするけど、そういうのも防げるから、まあ、あとは単純に美味しくて持ち歩いてます。最近いつもね、お湯沸かすの、うちにはポットがないのでフライパンでお湯沸かして作ってます。蜂蜜が好きな方はぜひ。ちなみにこの水筒は Amazon のポイントで買いました。適当なやつでも、これめっちゃいいんだよね。こう入れます。こんな感じでアイスにして持ち歩きます。めっちゃ美味しい。これ美味しい、おすすめです。行ってきます。帰宅して今、夕方くらいなんですけど、今日はお昼ご飯をがっつり食べれなかったので、この時間に晩ご飯にしたいと思います。スーパー寄れなくて、お家にあるものでなんか白滝と野菜がいろいろあったので、チャプチェを作ります。白滝で。10代の時は結構無理なダイエットをめちゃくちゃしてたんですけど、それだとなんか不健康な痩せ方をするし、なんか食べれなくなってめっちゃ痩せる時とか、結構なんだろう、不健康な感じ、顔もあんまり盛れなかったりするのが嫌なので、大人になってからはダイエットする時は基本的に健康的なのを意識してて、無理してでもちゃんと食べたり、前ダイエットの動画出してるのでそこで話してるので、別にめちゃくちゃは喋らないんですけど、昼は基本もう何でも食べて OK で、夜は果物だけか野菜だけっていうダイエットが一番健康的にちゃんと痩せられるので、大人になってからはそうしてます。でも今日みたいな昼ちゃんとがっつり食べれなかったとか、別にそんなにお腹空いてないって時は、何かお家にあるヘルシーな食材だったり工夫して自炊したりするようにしてます。前は Uber とか結構使ってたけど、最近ねやっぱご飯作るの好きだなってなって作ってます。ちゃんとえのきも余ってたのでえのきも入れます。はい、こんな感じで全部切ったら、白滝をこれアク抜きしてあるやつでも毎回いつも一回茹でるので、たくさんのお湯を沸騰させて、これを茹でて切って一緒に炒めて味付けして終わりです。はい、こんな感じで完成しました。白滝と野菜だけだし、今日は時間が早いのでこれで晩ご飯にしたいと思います。おはようございます。今日の朝ごはんもトーストです。いただきます。めちゃめちゃ寝起き。私結構ハマったらそればっかり、同じものばっかり食べちゃう人やから、ちょっと前はコンビニとかでも売ってるカップの春雨スープ、味がめっちゃ好きで春雨スープにハマって朝ごはんそればっかり食べとって、今はトーストにしばらくハマってずっと朝ごはんトースト食べてます。種類はの普通の食パン、バターだけ塗ってます。バターはカルピスバターっていう美味しいバターを絶対に塗ってるんやけど、そのバターが結構こういうバターケースで2700円くらい、3000円近くするからなんか高いやんか。で、上京するときに私結構母親が料理をめちゃくちゃする人やったから、いろいろこの調味料は絶対これ、この調味料は絶対これ、だしは絶対これとかいいのを教えてもらってて、バターは絶対にカルピスバターを買いなさいって
言われてたから、ずーっとカルピスバターしか使ってこなかったんやけど、そのトーストをめっちゃ食べるようになってから、なんかその高いバターをこのパンに塗ってるのがもったいなく感じてきて、なんか毎日食べるしもったいないなって思って、カルピスバターしか使ったことなかったし、もしかしたら安いのでも同じかもしれへんみたいな思って、安いのに変えたら全然美味しくなくなっちゃって、トーストがあかんあかんってなって、カルピスバターを絶対塗るようにしてます。お昼ご飯を作っていきます。この日は冷蔵庫にほうれん草があったので、ほうれん草をバターで炒めてだけです。炒めるだけ。ポパイサラダみたいなやつが好きで、ただ炒めたほうれん草が好きなので、それを作りました。あとほうれん草は私結構貧血になりやすいので気をつけて取るようにしていて、こうやって焼くとすごい一気にたくさん取れるのでよく作っています。あと主食が最近オートミールにハマっているので、オートミールをまず 30g を器に入れて、その後 50ml かなのお水をかけて少し混ぜて、 500W で1分かな2分かなチンして米化した後に卵と納豆を入れて納豆卵かけご飯を作りました。ちょっとごま油を入れるとより美味しくなります。あと海苔、刻み海苔が好きなので刻み海苔も忘れずにつけました。いただきます。晩ご飯はこんな感じです。お昼に食べて余ってたほうれん草とサラダっていうかもうキャベツとレタスにドレッシングかけただけです。ドレッシングは叙々苑のやつで、あんまりこだわりないです。あとお水いただきます。じゃん、スタバ買いました。今15時なんですけど、今日は朝お腹空いてなくて朝ごはんを食べずに出ちゃって、そのままお仕事に行ったんですけど、なのでお昼と朝ごはん兼用、これ初めて買った、これと期間限定のピンクフローズンレモネードみたいなやつを買います。じゃん、発売したてで買った時にインスタのストーリーにあげたら、なんかスタバの店員さんがメッセージくれて、その店員さん曰くこれなんかめちゃくちゃヘルシーらしい、砂糖を一切使ってないんだって。美味しすぎる。今日はなんか朝から全然お腹空かなかった。このまま夜まで食べなくてもいいんだけど、夜にいきなり食べるの良くない気がするから今食べておきます。ちなみに中の席も空いてたんだけど、私車の中とかで食べるのが好きだから。いただきます。うん、美味しい、ふわふわ。晩ご飯は桃です。ででーん、桃1個食べます。あとお水いただきます。おはようございます。今日は目覚ましよりちょっと早く起きて時間があったので朝ごはん作りました。ささみのピカタっていうブックパッドで見つけたレシピと、余ってた野菜と納豆です。あとお水いただきます。完食です。お昼ご飯食べる時間なかったんですけど、小腹が空いたのと、今日はめちゃくちゃ暑いのでチュンスイタンでジャスミンミルクティーを買いました。タピオカなしです。これめちゃくちゃ大好きでよく飲みます。晩ご飯はこんな感じです。ちょっと帰ってくるのが遅くなってしまったので、朝ごはんの余りとお豆腐に梅とめんつゆをかけたものと納豆です。ちょっと少ないけど今日はこれで我慢したいと思います。お茶はね、麦茶です。いただきます。おはようございます。ポークも背景に5日目の今日の朝ごはんはトーストです。今朝の5時半でこれから撮影なんですけど、トースト食べてから準備していきます。いただきます。撮影から帰宅して今お昼過ぎて、お昼ご飯はこんな感じです。最近ハマってるブロッコリーと卵を炒めてちょっとだけチーズを入れて塩コショウで味付けしたもの、これめちゃくちゃ美味しいの。ブロッコリーがねホクホクで美味しくて、これと生春巻きです。お水は持って帰ってきたやつそのまま飲みます。いただきます。
はい、ということでこんな感じの食事になりました。今回私はちょっと期間を決めてというか、なるべく早く痩せたい気持ちがだんだん強くなってしまって、ちょっと食事量が少なかったのが良くないなとは思っているんですが、朝はなるべく炭水化物を摂ったり、一日のどこかでは必ず炭水化物を摂って抜かないように気をつけています。抜いたりすると早くは痩せるんですけど、その分リバウンドもしてしまったり体を壊してしまったり、最近は特に夏だったりコロナも流行っていて免疫力も下がると良くないので、そこら辺は気を使ってしっかり食べるようにしています。いろいろダイエットについてのことはこちらの動画で詳しく喋っているので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思っていただけたり、参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方をよろしくお願いします。それでは、おちゆらのでした。バイバーイ。